サンキュー、どうもパンサー尾形です。始まりました、パンサー尾形のサンキューチャレンジ。今日はですね、何をするんでしょうか。はい、ということで、はい、今日もやってまいりました、キコナチャンネル MC の圧力です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、今日はガンダムですよ。ユニコーン、ガンダムユニコーン、サンキュー。まあ今日もね、ゲストの方と楽しく来てる、やっていきたいと思いますね。ゲストの方登場してください。どうぞ。よいしょー。サンキューのメンバー、サンキュー。サンキュー、サンキューということでね、これ。ゲストが来ないね、やっぱり。いつもいつもありがとうございます。スペシャルなんですか。はいはい、いつも通りやりましょう。じゃあ、そうですね、はい、ということで、モッサンですね。はい、モッサンです。エリアマネージャーのモッサン、よろしくお願いします。大佐です。はい、東海ダーマイチャーの店長、小田野口町店、マーシです。はい、お願いします。皆さん、はい、ということで今日は4人で協力して、はい、あ、協力？協力ですよ。久しぶりですよね、はい、協力でやってくる。協力久しぶりに、仲良くね、仲良く、仲良くやりましょう、仲良くね。そう、対決でやってましたからね。そうだそうだ、はい、今日は4人で協力して、みんなで3万9000パターン目指しましょう。ユニコーンだったら、いや、いけると思いますね。結構早いですから、早いですからね、本当ね。行けばね、行ける行ける、はい、はい、いうことで、早速ね、今日も実践の方に移っていきたいと、おっしゃ思いますね。おっしゃ、みんなで頑張って、サンマキュー先発、出すぞ。よいしょ、サンキュー。はい、それではやっていきましょう。制限時間90分、サンキューチャレンジ、よーい、スタート。おっしゃ、よろしくお願いします。はい、初当たりだよこれは。ということで、まずは、この台のスペック説明から行いたいと思います。 P フィーバー機動戦士ガンダムユニコーン、大当たり確率 319.7 分の1、ラッシュ突入率が 60% の台となっております。はい、ということで、今回は初当たりの 20% で3000発取れる大当たりも搭載しておりますので、ぜひそちらを引いてですね、一気に大量出玉つなげていただければと思います。おっしゃー、はい、突入の3分の1ですよね、3000発。そうですね、2人引けば大丈夫だから、多分。よし、まあ、2人引けばもう引き強い人でしょ、もう継続結構そうですね、自信あるでしょ。はい、昨日当たったばっかなんで。おお、はい、昨日行ったんすか。昨日あの 20% を断念しました。 4連で終わっちゃった。4連かい。でも6000発ですか。そうっすよね、はい、そうっす。緑保留、緑保留です。疑似連、疑似連、疑似2です。疑似2、まあ、緑の上に、あ、金だ、ほら、マジで、ほら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 、金だ、ほら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 、うわー、いきなりもう金ピカじゃん。1回転じゃないの、これ。大佐、早っ。さすが大佐だよ。やっぱ持ってるな。いや、大佐違うな。うわ、熱い熱い熱いじゃない。マーシー、どう、結成の方だ。いや、結成だって、まあ、疑似にっていうのがちょっと気になりますよね。疑似3になって、でも5だよ、5言ったら確変でしょ。あ、覚醒しました。おお、あ、もう来たでしょ。しね、デバブルはデバブル、デバブルなし、こんなとこで引きたくないですね。すいません、こんなとこと。それは言っちゃダメね。ダメダメダメ。そこはカットして。俺も疑似3。はい、小川さんもチャンス。いや、当てても当たるよ、これ。当ててほしいです ね。いや、もう早い方がいいから。そうですね。頂上対決だから一番熱いですか。はい、一番熱いに。すいません、もう初打ちで全然わかんないです。一応信頼度 70% ぐらいあります。やりました、いやー、当たりました。70はいかねえと。カメラどこだ、カメラまだ当たってないですよ。準備が早いですね。いや、これ対策いいな。いや、仕留めてほしいですね、ここは。うわ、熱々熱々熱々。さあ、大佐カモン。はい、よー、早い。1回転です、1回転。日頃の行いです、ね、これだって確変でしょ。そうですね、そうですね。しよしよし、もうこのままやりました。1人でやっちゃいます、もう1人で行っちゃっていいから。もう40分ぐらいで行けますから。そうそう、いけるいける。1人で行っちゃっていいよ。さあ、大佐はここからラッシュに入っていくんですけど、頑張ります。大当たり緑か、あ、紫か。そうですね、紫には、はい、これ行くっしょ。41分の1なので、はい、同時に転落抽選153分の1でやっておりますので、転落抽選を引くよりも先に大当たり抽選を引けばというところですね。四国より楽だな。どっちどっちどっち、緑か。うわ、ブルーとマーシー、赤赤ダメか。いや、熱いよ。
一応紫ホリーのままなんで、まあ、赤になってほしいなと思います、ね、レバブルだって熱いでしょ、 70% なんでしょ。熱いです、熱いです。すごいな。おー、覚醒いきました。覚醒、熱い方、覚醒、熱っ。おー、赤、あ、あ、あ、赤ホリーきました。熱い。50% 超えてますよね。 50% は超えてますね。頂上対決、頂上対決、これはもうもらったっしょ。カメラ探しとかないと。あれもらったよそれ。当たるっしょこれは。いや欲しいですね。いや復活、復活、またまた復活に行きたいですね。見せ場を作りますね。マジダメ。ダメ。うわ。今のはちょっときついっすね。はい、ちょっとまた次回に。今のはショックだな結構。流れは考えられるリーチの中では良かったです、ね。いいっすよね、はい、いいリーチ。頂上決戦。おお、少々、もうそのまま いいですよ。4万パスぐらいで。よし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 。3万9000パス、1時間で出ますね。やっぱガンダムといったらあれやりたいですよね。3連してからの高速召喚。ああ、高速見たい、はい、4連目からの見たい。緑はよくなんだけどな、はい、弱いな。決戦か、やっぱ決戦、それは決戦だよな。弱いもんな、ちょっとな。お、あるよあるよ。保留変わってほしいな。そうっすね、弱いなこれは。もう一個ぐらい欲しいですね、何回演出。うん、そりゃそうだな。おお、来ました。何、すごい、強制解除、熱っ。そこまで、いや暑いのは来んのよ。当たんねえんだよ、でも。さすがに金はもう大丈夫でしょう。次こそ、次こそ当て直し、進めましょう。おお、すげえ、すごい。あっち行ってほしいな、覚醒。見せ場多いな。そうですね、今日見せ場多い。いけそうですよ、3万9000発、頑張ってください。ちょっと仕留めたいですね、これ、はい、決戦ですけど。まあ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 、対象は3デリー1金だったよ。そうですね、疑似になの気になりましたけどね、ちょっと、うん、いやでも金ですから大丈夫ですよ。金あるとちょっとね、熱いっすよね、はい、いやここで2人確定入ったら熱いな。あ、残念、終わった。これ終わりですよね。これ別に終わりじゃないですよね、はい、転落じゃないですかね。いや、転落でもないんじゃないですか。これただの外れ、はい、あるでしょ。あれ、マーシー、マーシー、またじゃん。いやいやいや、また金の青いやつで書いて。あ、長い長い、黄色だった。黄色、黄色だった。黄色ですか。黄色なんてあるの。ないですね。モッサンとこはあんまりまだ熱いの来ないですね。なんかここだけ別世界。ここの店はあれあるんですか、銀パラの199。インパラ199はここありますよね。ここありますあります、はい、あります、あしてますね。両方ありますね。あれ一番好きだわ本当に。小川さん銀パラにハマってるんですか。俺はもう銀パラの199の199です。あれはもうやり方わかるんで俺。やり方ってあるんですか。もう、まあ、相性いい、相性いいし、あの30回まず当たったら30回、はい、で、はい、引かなくちゃいけないじゃないですか。そうですね、最初そこの引き方分かったんで。おそれちょっとポッポ初公開してもらってもいいですか。なんかだからね、教えてあげたいけども。教えてほしいですね。最初海モード、はい、あるじゃないですか、モードあるじゃないですか、はいはい、ブラジルと、はい、あと、はい、海と、はい、マリン、あとハイビスカス、はいはい、最初の海モードで打って、はい、最初の10回、はい、で、あと20回残ってるじゃないですか、はい、5回をハイビスカスで打つんですよ、はい、であとの15回を、はい、ブラジルモードで打ったら、はい、もう設定完了なんで。
瀬戸内。あ、ちょっとこれは試してみる価値ありますね。小笠さんはそれ成功してると。この動画見てる人だけですけど、あ、この動画の見てる人だけに内緒ですね、はい、みんなやっちゃうとやばい、うん、やばいって出てる。あ、これで俺 95% ぐらい入ります。俺はすごい、あ、だいぶ高いですね。ちょっと試してみる価値ありってことね。一撃2万発を多分4回5回ぐらいあります。おー、あー、じゃあもうそれやらなきゃですね。そうですね、319の銀パラだとやっぱ重いから。まあそうですね、初当たりがね、どうしてもで U タイムついてるんで、はい、599。そうですね。あれ大佐、いやいや、まだまだこれからじゃないですか。大佐これ負けましたよ。大佐大佐大佐、いやいやいや、負けますよ。初行く前に負けましたけど大丈夫ですか。嘘でしょ大佐、まだまだ復活でしょ。いけるいける、全然大丈夫ですよ大佐。大佐赤ボタンじゃないですか。ねえんだ、いや普通のボタンだ。大佐、あ、大佐やばいやばい、おい、ここから復活があるかどうか。おいおい、いや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 、まだ全然ガンダムのいいところ味わえてないんですけど。味わえてないですね。いや、これからですよ、これから2連チャンで1950。いや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 、嘘でしょ。いやいやいや、ちゃいますちゃいます。で5000発ぐらい。しょぼしょぼいなこれ。当たるの早かったけど。一応 81% 継続なんですけどね。ユニコーンのいいとこ全然出てないじゃない。全然ダメですね。153% 軽いですね。頼むよ。153か3分の1か。しょぼいな。いやおかしいですね。まあでもあれですよ、大災害皆さん当たってないですからね。本当ですよ、何も言えないですよ。すいませんでした。はい、もう見せるしかないよ、うん、俺らが。そうですね。小笠さん最近は週何回ぐらいパチンコは行かれてるんですか。いや行くときは週3とか、はい、おお、まあそこは、ね、朝からとか行けな行かないですけど、まあ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 、お仕事もあります。空き時間に、はい、行きますね。最近一番出た機種って何ですか。やっぱ銀パラになる。銀パラっすね。おお、銀パラの199があったら絶対打つんで俺。どこの店行っても、はい、まあ、それがあったらもうそれを打つ。おお、なんで199のとこ行ってください。俺多分いると思うんで。結構探してくださいってね。一回行ってください。なるほどなるほど。いやあれ面白いっすわ。うん、何言ってんすか皆さん。何打ちますかね。ユニコーン。まあでもガロ。ガロ。やっぱガロですね。開いてないんだよなガロ。大佐はどうですか、何打ちますか。僕尾形さんと一緒で銀パラ大好きですよ。銀パラ好き、はい、ミドル、ミドルですけどね。ミドルの方、はい、なんかないですか、大あの打法は。30回の突破打法。休憩取ると、ああ、入んないんで、もう大当たりの流れのまま、まんま打ちっぱ、はい、もう学編だよって、もうわなんかこう分からすというか、こう台にね、お前かけんだよ今っていう。そのとこね、はい、いや、やっぱり分かる分かる。店長でもオカルトが好きなんですね、やっぱりね。あれ大当たり中でよく分かんなかったんですけど、マーシーは当たってないんですか。私はですね、2回ぐらいなんか当たっておりません。金が絡んでる、絡んだだけ、共に、はい、絡んだだけ。金2回絡みましたよね。外れたんだね。外れたんだ。小松さんあれですか、ユニコーンはまだ打たれてないですか。打ってますよ、ユニコーンを何回も打ってますよ、はい、でもまだ3000発引いてないですし、はい、うん、まあそこまで連チャンしてないですね、4連とか。そう、まあ、5万発とかって言っても、そう、何人もいるうちの1人ですからね、うん、ねえ、でもあれ壺にはまったらあれめっちゃ行く感じするんですよ。1回でいいんで入れたいですよね。3万発プラスとかでもいいんで、うん、入れたい、なんとかするって、なんとかなんとかするって起きた、なんとかするって来た、お願いします、なんとかするって言ってます。紫保留です。うん、あ、発進スタンバイ、うん、スタンバイスタンバイ、あるよあるよ。お、ギジさん、大佐はギジさん、小笠さんもギジですね。はい、発進スタンバイ、はい、赤いよ、ほら、なんだ、なんだ、安定した、来た、あー、金、金、ほら、もうちょっとこれ、可能性の獣じゃない、ストーリーいくよ、これ、金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 、熱い、そうだよ、おー、おちょっと黄色っぽいですね、本当になんか。大丈夫かな。金です。金だよね。金です。
私のが黄色だったかもしれない黄色あるのこれもうちょっと金っぽくてもいいけどなこれ、うん、あんまりキリキリしてないですね、うん、はい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 、うんうん、可能性の獣ね、可能性の獣、ね、おー当たったこれはどうなんで Thank you 何で今俺のとこだから何でフリレットいや何も紫恐竜ですはい、うんはい、金大川さん、暑いっすねはい、金金でしょ、これだいぶ重なってますね、もううわー、金マッキー、金レインボーまで、レインボーまでいかないかレインボーレインボーレインボー、3点すげー見せるのよ見せるんですもう当たりだから当たりですね気持ちいいあと3000発欲しいっすね7まで行くんじゃないですか、あれは3000発っぽいよ、これ、雰囲気結構ストーリーみたいなのを撮ってったから7点カモンうわーかっこいいすげえな4まあ尾形さんも学園入ればね2人でこれ可能性ありますね全然ありますよいきますよよいしょこっからだよ、ここからまあダウン行くでしょう、あんだけこれ7じゃないですか7っぽいっすよね、あの煽り、はい、あ、なんかこれやばそうな金だもん食べますよ、ちょっとそっち金だもんあまたやばいよちょっと待ってよ頼むよ大様、ちょっとピンカモンさあ、大橋さんはラッシュ入るでしょうかちょっと待って、やめて、4じゃないよね絶対違う、絶対違う、違う、違う、かけんいってかけんいって、やめ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 て嘘嘘だろ、まあ、大当たり中にも あるので、演出がはいいや、大当たり中ですね、はい、そうそう、大当たり中だわ、多分まあ、レインボーでしたからねレインボーであんだけ金でやったらよし、いけるんじゃないこれよしあよしおーしおーしおーやりましたどうすさあ、ファイナルチャンスです、大橋さんこれ、身内し してた方がいいですかいや、もう終わってるんで大丈夫終わってますはいおあ、ちゃうかまだやばい来いよカモン来いよ来いよダメだダメなのうわーほらほらやったー見せるのよ見せんのよやっぱり見せ場すごい作ってんのやっぱり、はい、2人がラッシュに入りましたね、はい、どういうことなのよ、まあ、継続率 81% ですから引っ張るんだよ本当によしこっからもうバン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 3球3球でいきますからそうですね流しといて頑張ってほしいはいはい2人でいこう、まあ、ラッシュ中の大当たりに対策41分で頑張ります2人でいこうよ頑張ろう、うん、頑張ろう頑張ろう2人がもうなんか出てますね両サイド全然ボリュームがないんだよ本当だよあーこれやばいような気がする危ない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 ちょっと頼むよよし大丈夫大丈夫 OK 怖いないや怖いんすよこれ変だとやっぱ怖いっすねこれがまあ楽しいんですけどねそうまあ、41分の1ですからね、大当たり確率早めに当たり欲しいところですよね、はい、モッサン起きてますか大丈夫ですかもうね、ダイが寝てるかもしれないモッサンモッサンお願いしますよ頼むよちょっと頼むよ俺もなんか危ない感じするのよ、俺もちょっとサクッと当たってほしいですねそうなのよ、まずいですか大佐これやばいやつなんだよさあこれは大丈夫でしょ、まあ、これは大丈夫じゃないですか、岡さんは俺は大丈夫でしょ、これまあ転落はないと思いますないでしょはい当たればはい、激熱激熱激熱は熱いですねもらいましたよ、うん、頼むよ、本当に大佐はどうだ俺一人だと心細いよねえ仲間頼むってえ遠藤嘘でしょ、ちょっといや、まだ分かんないじゃないですか俺はもう大丈夫、これ激アツだったから激アツですからねおー、サンキュー大佐
大佐、また2連鎖。大佐頼むよ。コツコツ言ってますね。ねコツコツの大じゃないよ、これ。本当に。嫌だよ。いや、大丈夫。これ嫌だ。やめて。そうそうそう。これやめて。うわ、嫌だな、嫌だな、これ。これは嫌だぞ。やめて、やめて。かからなければ大丈夫。テンパの、テンパの、テンパの、やめて、やめて、やめて。うわ、やった、やった。バトル。でも、3ある。いける。いける。大丈夫です。一撃。カモン。やった。やったぞ。やばい、やばい、やばい。まだ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 。ちなみに僕が終わったのと同じ流れですね。大丈夫大丈夫。やってんぞこれ。頑張れガンダム。行こう。かー。カモン。ガストだろう。ちょっと待って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 終わり。え？嘘でしょ？復活もあるんですけどどうでしょう。復活。いやまだ分かんないですよね。ひもか全部2連しかしてない2連3発ですよもう2連目から確率変わるんですかいやこれありますよおかしいですねいやだってもう初当たり3回目ですよそうですよしかも全部確変ですよこれで6連発、うん、やっぱ初当たり確変引いてそれ活かせないとねやっぱきついわなそうですね確変引いた時いかに伸ばせるかみたいなところありますもんねそうなんですよこれそこそこいいんじゃないですかこれなんか赤字ですしねおおブルッとブルッとおお熱いブルッとブルッと熱い70%うわー赤い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 終わりますよこれパンなあ70%ない最初のとかかなお、大佐だって大佐セリフにね紫、紫、うん、それはきついいや、それ熱いっすよ、俺それで当たったことあるなあの 赤のあれから緑赤じゃないですかまだわかんないけど23おお、いいですねおあるあるあるよ。あるよ。赤。本日3度目。3回目の初当たりなるか。行かない？行く行くでしょ。行きます。あこっちの方がいい。あいたいた。あそっちの方がいいじゃないですか。手柄も3になりましたね。はい。まあトータル信頼度 10% ぐらいですかね。え 10%？ はい。10% でもあるよ。おーおー。Thank you。強いやりましたすげえな、はい、100円じゃん3点当たったんで、ね、3度目の正直頼むこれ7いってほしいおおえおやったんじゃないのこれやったっぽいやったーサンキューサンキュー3連発でしょ3連発やべえ来ましたね見せ場いややりましたねいいなぁいやこれはガンダムでしょ簡単だガンダム簡単だこれはほんと簡単だよななんかアマネジぐらいの感じそうですよねめっちゃ当たるわもう一回絶対当たるってことですかそうですそうですあなんであともう一回確認引けばもう一回また高速消化に入るなるほどいやこれは3万発見えるな見して見してちょっとバトルは落ちそうな気がするんでユニコーンラッシュでいきます、はい、ネガティブなことは絶対言わない方がいいですよ聞いてるからね、台はあーやばい紫はないダメかなるほどね大佐大佐、また2連の壁が2連の壁が立ち上がった、ね、変なこと考えちゃったんですよ変なこと考えたんでしょこいつ、ね、ムスカと同じ声じゃんって思っちゃったんですよそんなある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 さあ大佐超えることができるでしょうか大佐頼むよこれ本当に冷めるから大佐マジでえ
エンド。もういい、もう2連もう飽きたから、ね、これ金じゃないですか、はい、金じゃないです、2連やってる、白です、します行き方を、もう散々やってんの、2連の下りはこれやばいな、4回目3連の下りマジいらんよ、本当に赤まで行った、ダメ、3連の下りいらん、ダメダメ、あ、そこは改めないですか、嘘でしょ、あ、逆にあ、もう無視かじゃん、こいつダメよ、もう引いちゃってるから、こっからまだかない、あるかな、2つない、どうでしょう、もうあいつ無視かだよ、ね、もう2連の壁を越えられない、いやーひどい、何気に一回も当たってないですよね、そうなんですよ、熱いのあんだけあって、いろいろあるんですけど、ね、当たった感じ出してるけど、はい、さあ残り10分です、うわいやもうなんか2連で終わってるやつが悪いみたいな話になってます、引いてないですからね、ほら引いてますから、危ない危ない、そうっすね、危ないっすよ本当に、お前ら悪いみたいな感じ、2連ね、2連のこと言われるじゃないですよねお, お, おこれはいいんじゃない、これ行くっしょ、行く、行くよねこれ、これ行くと思いますよ多分、70%行った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 、おー、最後見せ場、ちょっと待った、スタンバイこっちもですよね、あつ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 、4段演出がようやく来ましたね、あ、これ4段演出、はい、4段演出、はい、発進スタンバイ、あーいい、白、おお、金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 でよかったですかね、今のは、え、黄色かもしれないね赤、赤、あ、可能性の獣、あ、可能性の、これ今2つ目重なってる、あ、こっち赤くな、3つ重なると4台エースが、大当たり濃厚、はい、あとは何ですか、もう1個、あとは覚醒、はい、ここから出るの覚醒、じゃあもう覚醒いけば熱い、覚醒欲しいですね、覚醒欲しいよこれは、おっと、おっと、おっと、激アツ、これはこれあるっしょ、多分9割ぐらいあったような気がしますけど、最後に来ましたね、でも外すからなこの人ちょっとフラグが、こういうの外してるから、フラグがちょっと、ちょっと褒めて回し褒めて、おお、金保留、金保留、あっつ、これはいったんじゃないですか、これいったっしょ、すごいな、なんだ、行くっしょ、これは行くっしょ、おいー、おーい、ありがとうございました、ありがとうございました、よしよし、ようやく、よし、こっち3人全員引いた、今日はみんな引きましたね、みんな、あとはラッシュに入るかどうか、問題はこっから、ね、問題こっから60%取れてるかどうか、こんだけでも金出てあれだったらもうこんな金ピカで行くんじゃない、ってことはね、ないでしょ、もう 100% で行ってんだから今頼むよ、素敵、かっこいいよ、大丈夫ですか、やめてやめてよ、本当にやめて、かっこいいからね、かっこいいよ、かっこいいんだよ、やめて、おやっぱかっこいい、ラッシュ、もうこれラストチャンスですね、ラストチャンス、よし、これでいきましょう、はい、頑張ろう、これだ、これだ、国商館まで持ってこう、持ってこう、持ってこう、2連の壁を、あ、しかも来ました、3000発、おぉ、うーん、白か、え、そうですね、マジで、はい、これ3000フィーバー、すげえ、もうキンキラキンだったもんね、でもね、見せるねってことは、あと1回、これは嬉しいわ、いや、いいですね、この素晴らしい、そう、じゃあ1回でいいんだ、へえ、すごい、いや、気持ちいいですね、この辺り、いや、本当におー、マッシュどうだ、おー、少々少々、これはチャンスですか、ついに、ついに来たんじゃないですか、ついに高速見せれるよ、3連の紐を破った、これは大丈夫でしょ、高速見せれる、はい、あ、これは大丈夫大丈夫、おお、レインボー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 、おお、すげえ、これでようやく、これは気持ちいいね、
さあこれで覚醒ハイパー見せられますね。よしよし、覚醒ハイパー見せよう。はい、おお気持ちいい。素晴らしい、気持ちいい当たりですね。やっぱり気持ちいいね。やっぱうわいいね。おおお金でしたね今。金だ。おさあ来るか。うっさあやっとったよ、あなたの時代が長かったよ。はい、来た来た、おめでとうおめでとう。さあ覚醒しますよ、はい、ユニコーンガンダムが。おっしゃー覚醒おー早いよ、こっから早いんですよね。俺の当たりがどんな感じなのか見たいね。じゃあ3万発取ろう。おこうやこうや、おっつおー、え、タイトルキーは見せる。多分相当熱いはずです。これはめっちゃ激熱っしょ。まあ、こっからですね。こっからスタート、はい、ああ、こっからか、はい、早いよこれ。あれマジ1回転、1回転、1回転だよ。まだ1回転目だった。マジ何やってんの。マジ何やってんの。高速しようかどこ行っちゃう。ちょっと待って、本当にいや何やってんの。それやったよ、それいらんのよ。やってるやつですね、これ。やってるやつですね。お、当たった当たった当たった。ボス当たり、おっしゃマーシー、これはないですよ。マーシー、これいや一番やっちゃダメなんですよ、うん、これは一番やっちゃいけない。それいらんよ、これ本当いらんから。これは本当にひどいよ。いらんだよ、いらん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 。やったやったわ、やったやりやがったよ、やりやがったよ。ひどいマーシー、意味ないじゃん、その見せる、見せるも何も。だって一回一回高速回転するのやつが見たかったのよ。高速回転する前に2年と一緒だからこっちは。いや面白かった。でも今のタケン、お願いします。うわ、体が単発っぽいわ、これこれこそ単発っぽいわ。おおすごいな、タケン、タケン素晴らしい。最後全員当たったじゃん。ということで時間なんで、もうこの大当たり終わったら、これは見ましょうよ。はい、これ終わったらやめましょう。もうさらに大当たりが終わったら、もう今日のサンキューチャレンジは終了ですよ。3万発いったらね、はい、まあでも今日の鬼門は2連ですからね。そうなんですよ、今日の鬼門は。おー、おめでとうございます。サンキュー、サンキュー。おー3連だ。これで見せられますね。やっと見せれる。サンキュー。おーし、高速。さあ、高速超か。見せ場がやっと。やっと来ました。回転。で、これで1回転目だったんだ、さっきね。マジで。すごいっすよね。いや、そのレアいらないですよ。あ、入った。高速。あ、高速超か入りました。入った、入った、入った。あ、これ見えればまだ。早いっすね。40パー、これ。初めてやらかしたか、マシー。あ、来たマシー。そういうのマジです、ね、ダメ。はい、早い、すごい、早い。あれ、うわ、やばいやばいやばい、やめてやめて、いけるいけよ、信じよう信じよう、ブサ信じて信じて、ブサ信じて。あーと、三連ちゃんで終了ですかね。待って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 、さあまだ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 、やめて、うわー、はい終了です。お疲れ様でした。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやでも結構みんな初当たりもバシバシ、全員当たってますからこれ、はい、全員確認入ってます。もう実質もうこれクリアですよね。いやどうでしょうね。ということで、やった、いや違う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 、まだ結果発表してないです。結果発表してないですか。皆さんの大当たりの合計がなんと18,720発ということで、以上失敗。だいたいだいたいクリアじゃないですか。だいたいだいたいだいたい、ただ初当たりとか掛けの割合とかで考えたら平均出玉っていうんですかね、はい、そういうので考えると行くぐらいの感じで引いてたんですよ。そうですよ、格円もみんな入って、はい、ただ連チャンがね、悔しいなということで今日ねミッション失敗ということなんで、はい、なんとですね、はい、残念ながら今日でサンキューチャレンジ番組終了でございます。え
さらっと終わるね。もう諦めたじゃん、ね、チャレンジ。あの30分ぐらい伸ばしたんですけど、それでもみんな追いつかなかったんで、今日はちょっとね、ちょっと残念な結果に終わってしまったんでね。この3人のせいだよ。あなたらのせいだよ。あなたらのせいで俺クビだよ。まあまあこういう機会また作ってねやりたいなとは思ってますので、はい、その時にはねぜひまた見ていただければと思います。もちろんです。はい、ということでねぜひチャンネル登録とグッドボタンね、押していただければと思いますんで、またいつかやるサンキューチャレンジでね、サンキューチャレンジでやりたいと思います。皆さん楽しかったです。最高でした。今日は最高でした。はい、サンキュー、バイバイ。ありがとうございました。